ニューストピックスです石川県内で相次いでいる特殊詐欺被害を防ぐため県警が電子マネーを使った詐欺に注意を呼びかける封筒を作成しましたコンビニなどで電子マネーのカードを販売する際に使ってもらい被害を水際で食い止める狙いです今回はこの話題について社会部の村屋記者に伺います村井さんよろしくお願いしますよろしくお願いします さて、その封筒なんですが、どういったものなんでしょうか。はい、これがその封筒です。はい、表面は、あ、もしかしたら、詐欺じゃないのと書かれていますね。はい。そして、裏側にも書いてありますね。はいはい、はい。パソコンの画面に、ウイルスに感染、警告と表示されていませんか。はい。当選金や遺産を受け取ることができると言われていませんか。 未納料金を支払うように言われていませんかといった詐欺の手口に関するこれ具体的な言葉が書かれているんです、ねはい、そうですすねそうこえっとコンビニなどで電子マネーを販売する際にカードを入れてもらって購入する人に注意を促すことができます。なるほど、うん 特殊詐欺被害の現状っていうのはどうなんでしょうか。はい、えー、県内では昨年30件の被害が,被害が確認され、はい、被害総額は約2800万円と過去10年間で最小でした。はい、えー。一方で今年は1月末時点で約2500万円の被害が確認されています。うん、ええー、2月には一度に約2800万円を騙し取られる被害も確認されました。 犯人ももういろいろな手口を使ってきますよね、はい、そうですね、えー、昨年の特殊詐欺被害の手口を見ますと、えー、オレオレ詐欺が2004年の統計開始以来初めてゼロでした、はいえー、その一方で、えー、犯人が行政職員や警察官を語って現金を振り込ませる完付金詐欺の手口が目立ちました、うんえー、また近年は電子マネーを購入させる手口が県内でも確認されています、はい 電子マネーですと犯人が ATM でお金を引き出すことが必要がなくなるないので発覚しにくいそうです、うん、県内では昨年10月から12月に白衣市の50代女性が約2300万円分の電子マネーを騙し取れる被害がありました、うん、警察や各機関の連携も大切ですねそうですね、えー、昨年はコンビニや金融機関で特殊詐欺を未然に防いだ阻止率が過去最高の83%でした えー、詐欺被害を防ぐ意識が浸透しているとみられて、えー、昨年はコンビニで53件、金融機関で40件、家庭で31件の被害を防いだそうですこの先ほどの献金が作った封筒もね、はいはい、被害を防ぐことに一役買いそうですね、えー、そうですね、えー、封筒にはカード番号を教える前にまず相談と書かれています、えー、献金は困ったら相談ダイヤルにかけかけるように訴えています、はい、不審な電話やメールは相手にしないことが一番ですありがとうございましたありがとうございました